民主主義の未来というのを成田さんは研究されてますけれども、その見地からそのロシアの侵攻というのはどのようにご覧になりますか。歴史がすごいこう逆流してるみたいな感じが僕の中にあるんですよね、うん、でなんかすごい長い歴史を見るとこう人類って2つの大きな敵がいたと思うんですよ。で1つは疫病とか感染症で、もう1つは戦争だと思うんですよね、うん、でも20世紀の末ぐらいになると何となくこう人類がこの2つの敵を克服できたんじゃないかっていう思いが少しあったと思うんですよ。つまりこう NATO 諸国のようにこう民主主義的な政治制度を持って、で資本主義的な経済制度を持っている大国が世界をちゃんと統治すると、まあ、大体安全で綺麗 でそこそこ豊かで大きな戦争とかが起きないような世界っていうのを作れるんじゃないか、そういう希望がちょっとあったと思うんですよね。でそれが大きく崩れてしまっているっていうことなのかなと思うんです。今回ウイルスもそれから戦争もっていうことですよね。そうですよね。だからこう数年でこう感染症で何百万人みたいな人が亡くなって、でその被害が